で、安崎選手、代名詞といえばツーシーム。今日はちょっとそれを生かすためにストレートが大事だと思います、うん、はい。で、安崎選手が思う理想のストレートみたいなのってどういう？理想形で言うと、バットにかすりもしないボールを投げれるようにずっと日頃から練習してますね。それ具体的に言うと、キレっていうことですか？キレですね。速さは数字的にも、まあまあそんな速くないっていうか、もっと速い選手、それよりも右バッターの一番遠いボールですよね、外角の外のボールにキレのあるボールを投げ込みたいっていう意識はずっとあります。回転率もそうですし、まあ、いろんな要素があると思うんですけど、やっぱりバッターに脅威だと思われるようなボールですよね。やっぱりそういうボールを目指してずっと練習してますね。じゃあ何だか質のいいストレートを投げることを意識してるってことですか？そうですね、まあ、昨年のキャンプもずっと第1クール第2クールとまっすぐだけのブルペンをずっと練習してきましたし、まあ、その結果昨年なんかはキャリアハイの成績を残すことができた。まっすぐに関しては特に磨きをかけていますし、まっすぐありきのやっぱツーシームだと思うので、まあ、そういう意味ではストレートの重要性っていうのはとても僕にとっても大事なことだと思います。今日はせっかくマウンドなので、はい、どういう練習を日々心がけてキレのいいストレートを生み出しているのかな。全部網羅するってなると結構難しいので、まあ、ポイントポイントであれば、僕は止まってるところから投げるのって非常に難しいんですよ。なんでこうセットとかだと止まる動作が多いですよね。ここからこう動き出してこう投げに行くんですけど、こういう動作を僕はなるべく減らすように、投球練習の前とかは結構ワインドアップでリズムでこう投げることが多いんですよ。このリズムで投げることが多いんです。僕の中では静から動っていうんですけど、静って動かない静です、ね、静かな静と、それからどうに動く動作、結構こう結びつくのがなかなか難しいんで、ずっと動いているようにリズムでこうやってリズムで投げれるようにブルペンでは練習したりもしますね。常に動いている、常に動いているようなやっぱりこう意識で、こうそれってあれですか、具体的に勢いをつけるみたいなイメージもある。動き作りで僕は大事にしてるんで、当然試合のブルペンでもやっぱりこう普段もこうワインドアップに投げないんですけど、こうやってワインドアップでこう練習したりもしますし、あとはまあ気分転換にもなりますからね、まあ、ずっとやっぱりこうやってセットポジションずっと投げてるのもだんだんフォームも小さくなってしまう。大きく使うっていう意味ではキャッチボールからこう大きく投げれるようにはしてますね。練習法じゃないです。今日も練習で遠投をやられたと思うんですけど、はい、日頃のキャッチボールとかからはやっぱ遠投を、遠投は大事にしますね。やっぱり体を大きくして、やっぱりどんどんシーズン中は体をどんどん小さく使うようになってしまうので、それでもこう体を大きく使って長い距離投げたりもしますし、僕が結構勧めてるのは中距離っていうか、まあ、今マウンドの距離の長さだとここの長さだと結構投げますよ、ね、だけどピッチャーってもうちょっと離れた距離、このぐらいの距離ってあんまり投げなかったりするんですよ。ピッと、このぐらいの距離で助走をつけてこういう、はい、こういうのはよく練習で取り入れたりします。なるほど。30m でこう板が引くようなボールです。そういうので自分の球を見て自分の中でチェックしながら投げたりもします。なるほど。練習で遠投で大きく使いながら、はい、まあ、ブルペンに入るときはもうちょっと長めの正式な距離では、まあ、リズムを作りながら動きからっていうことですね、はい。